ルナオービター3号は NASA が1967年に打ち上げた宇宙機1号2号の情報を踏まえた上でアポロ計画やサーベイヤー計画で安全に着陸できる場所を探すための月面写真を撮影するために計画された。月面の放射線の強度、流星人の衝突データを収集する能力も持っていた。 アトラスアジェナによって1967年2月5日に打ち上げられ2月8日21時54分 UT に月の赤道付近の周回軌道に投入された 210.2801.9km の楕円軌道で軌道傾斜角は20.9度軌道周期は3時間25分だった25回の周回を終えた4日後軌道は5 5 8 4 7 k m の 軌道に変えられた。2月15日から2月23日にかけて写真データの撮影を行い、計画よりも早く1967年の3月2日から読み出しが行われた。読み出しは計画よりも早く行われたが、フィルム巻き上げ装置が不安定な挙動を行うようになった。画像の読み出しは3月4日までは成功していたが、 この日25%を残したママフィルム巻き上げ装置は故障してしまい読み出しが行えなくなった。合計149枚の中解像度写真と477枚の高解像度写真を受信することができ、良い質のものは1メートル単位の大きさのものを見ることができた。月面の宇宙機の場所の特定も可能なレベルで、サーベイヤー1号の着陸位置のフレームも含まれていた。また、 正確なデータはこのミッションの他の実験においても得ることができた。指令による月面への衝突まで追跡目的に利用された。1967年10月9日、月面座標北14.3度、成形97.7度に墜落している。ありがとうございます。